人ともこんにちは。私はカフェで働いてるんですが、どうしても笑顔で接客はできません。あと個人的にニコニコ接客していたらヘラヘラしているように見えてしまいそうで悩んでいます。笑顔で接客する何かゆるいご指導があれば教えてほしいです。あーだって笑顔が出ませんか。シーナ笑ってないことないよね。でも私ほんまにしんどい時あるの。そんな時笑えないそんな時あるの。もう 3D 収録の終盤はもう笑ってない。隠してないですね。でもそういう時こいつしんどいんだろうなっていう感出します。あーなるほど。体力的に無理だもん。さっきダンスした言ってたけどね。あ、まあ、ダンスは楽しいのよ。ほう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 。まあ、例えば、まあ、今日とかも一応収録してたんだけど、まあ、なんか全部台本があったりすると結構しんどくなったりするな。あー、決められたことをやるのが。そうそうそう、ダンスとかはもうね、自分が楽しい感じなんですけどね。体力的にしんどいってだけで。気持ちしんどい。気持ちしんどい。気持ちしんどく、しんどい時あるな。まあ、無理に笑わなくていいってこと？もう笑ってない。私、普通に寝たりするしね、収録。いや、それまずいだろ。収録中出るのはまずいだろ。これ接客業は笑ってないといけない。そんなしょうがないでしょ、疲れてんだから。いや、疲れてない時の接客じゃないの。疲れてもな、そういう人もいるよねっていう。逆、私逆で、なんかずっとヘラヘラしてるから。確かに。そう、だから結構ね、怒られたりしてもみたいな。させないみたいな。それは余計怒らせるんじゃない。いやー、呆れられて終わります。一番短いっす。もうええわみたいな。見捨てられてない。それそれは仕事でやっちゃいけないじゃない。大丈夫。いいのいいの。本当に仕事は仕事ですから。仕事は仕事でやらされてますから。何言ってんの。しぶしぶやってんだから。おい、あれじゃない、なんかこう友達とかさ、叩きとかに呆れられない。大丈夫。いや、呆れられる時たまにありますけどね。たまになんだ。まあ、時間経てば人は忘れますから。佐々木、頑張れ。やっぱその時をね、待ちます。時を、時を待ちます。許される時を待つ。許される時を待つ。最悪なんだけど、こいつはこういうやつだって思われる時までやり続ける。はぁ、なるほどね。そうですね。何の参考にはならないけど。いや、でも逆にパトラーの方がなんか、どうですか。